ホリエモンのの裏列を買収してくるような日本にコースいや、でも、ああいう風にしないと盛り上がりはしないでしょうね。クラブ数少なくして、分配金一人、一クラブずつをお金高くして、みたいな。そこにね、なんかこう、いや、地元の選手たちをとかそういうのもわかるんだけどね。しっかり J リーグを盛り上げて、もっと世界的なクラブにするっていうところで言うと、それがね、できるクラブっていうのはもう少なかったりとかね。 あの、議論の終着点をどこにするかになりますよね。今、サウジとかもね、言われてるのは、その、サウジにスター選手呼びすぎてね、それによって代表が弱体化するみたいな。実際に代表見てないから分かんないけどね。そう言われそうだしな、なんか今の時期弱いと。で日その日本代表への意見が YouTube で注目されるようになって、か、日本代表強くなっている感じですか。全く関係ないですね、それは本当。まあ、買いかぶっていただいて嬉しいですけどね。普通に選手が良くなったね。堀江さんと、岡田監督の、岡田、監督じゃないけどね、岡田、今治オーナーの、 やつも言ってたけど、サイドで1対1で突破できる選手出てきたのでかいっていう。サイドで1対1で突破できると、サイドバックが上がってって厚み作んなくていいから、守備に人数残せるっていう、ね。プラスの効果が多いですね。サウジがリーグ1ン超えるみたいなことってあると思いますかあとは自国の選手たちの育ち方ですね。ビッグネーム連れてくるだけなのか、J リーグだってね、あの、最初、ジーコ来たりとかあったじゃないですか。そういう感じでね、このリーグの盛り上げ役と、それが火付け役になって、どんどん次の文化が出てきてっていう。 中国はそうなんなかったみたいな感じですからね。サウジにレジェンドいっぱい言ってくれるおかげで ACL 楽しみ。あ、それで言うとね、このアンチェロッティの記事さっき見てて、アンチェロッティが語る欧州へのこだわりビッグスターを引き寄せるサウジアラビアにもちろんっていう、イタリアのイルジョナーレっていうところのインタビューをモールさんが訳したんだけど、そこでね、 サウジアラビアのことをね、喋ってんの。サウジアラビアではサッカーが人々の関心を引きつけるものだと気づいたのだろうみたいな。あの、ビッグネームめっちゃ来てますね、言われて。で、自国リーグをヨーロッパの大会のレベルまで引き上げようとしている。もしかしたら成功するかもしれない。この後の文が結構興味深い。アメリカでも同様のプロジェクトがあったが失敗したって、米国では野球やバスケットボール、アメリカンフットボールなど他の競技との競争が極めて激しかったからね。いや、現在も激しいと言えるだろう。だからサウジアラビアだと、その、競合他社がそれほど強くないからっていうことなんだ あとは指導者改革とかその辺できてるかだよね。アメリカとかもすごい選手たち呼んでも、亡くなられちゃったけど、工藤雅人選手だっけあの人がアメリカ行った時に、もう、なんかサッカーの種類が違うどころか、もう目見てパス合わせるとかそういうのがないみたいな。な本当あの、アメフトの感覚というか、体ぶつけ合って足でボール前に進めるもんだろ、サッカーはっていう感じだったから、すごいや,、まあ、やりにくかったって当時、その、 ね、フットに出た時のやつで俺見てたんだけど、やりにくかったって言ってないけど、かなりそのニュアンス感じたようなインタビューというか、そのトーク番組での内容だったから、まあ、厳しいだろうなっていう、その大変だろうなっていう。文化変えるって無理じゃん。それってね、自分変えるより世界変えるみたいなことだから。で、文化変えるのってどうするかっていうね、指導者とかそういうね、あの、環境を作る側の人たちが変わらなきゃいけないから、サウジアラビアがその辺のね、環境面をどういう風に、スター呼んできて終わりじゃなくて、 でサッカーへの考え方みたいなどうするかみたいなところだよね。あと、サウジアラビアって、ちょっと検索すれば分かるみたいに、国としてすげえ怖いから、権力者が。だから、ニューカッスルとかがね、あのサウジのね、あのまあ、国の企業に買収されるみたいになって、いろいろ問題起きたじゃん。問題起きたというか、ね、規範あったじゃん。でも結局、今、ニューカッスルプレミア盛り上げてますと。でサウジアラ、サウジアラビアのクラブ行く選手もめっちゃ多いじゃん。結局、正義があるから強いんじゃなくて、強い人が正義になるっていう。 正義があった方が強くなれる要素はあるんだけどね。大義名分があって。でも結局大義名分もさ、勝ったらさ、勝てば官軍って言葉になるからね。サウジアラビアで、メッケンバウアーの言い方しちゃいましたね。 リバプリ積骨症断られてチェルシーに行くという選手の判断が最近いくつかありましたが、そんなにリバプリー行くのは乗り気にならないのでしょうかさあ、どんなものだと思うえ、お金じゃないですか普通に。あとはロンドンそれは大きいのか、ね、それはもう選手一人一人,人に聞かないとわからないし、聞いても本当のこと言うかわからないしね。チェルシー推定減価召却費と利益額ほぼトントンなしだからやっぱオーナー経営者としてめっちゃ優秀なんでしょうね。あ、それでね、FFP 大丈夫みたいなことですか,か自分が選手だったら何重要するかなみたいなのはね、あとサウジ とかって税制どうなってんだろうね。だから各国の税制とかね。だって日本すごいからね、あとどうなんだろう。他の国知らないけど。こんなに取られんだってぐらい取られますからね。僕とかの稼ぎでも。それで言うとサッカー選手なんてね。だって、メシとかさ、ロナウドとかさ、脱税とかいうの時々出てくるじゃん。でも、脱税って言っても200何十億は納めてるみたいな。まだ納めなきゃいけないんだ、みたいなさ。サウジ所得税ないんだ。いや、それでかいよ。所得税ないのサウジ行こうかもう。 アルシュアーボーになろうかな所得税なしはでかいな所得税ないのいや、もっといかないとでしょ、じゃあ選手たち。消費税もないの何税があんのじゃ。い,いよね。さあ、うちの <laughs>、なんか、金持ち出待ちみたいな人が時計くれてたよね。何もないのマジで。スペイン所得税48億。いや、そりゃいかないよなそりゃそうよ。所得税なし。それで回るんだ。だって日本も昔は消費税なかったからね。 だって俺子供の頃3パートがよ。パビーのニヤニヤしたよ。なんか高いもんもらうの怖くない俺芸人の頃にさ、なんか高いスーツケースさ、匿名でもらって怖くてさ、使ってたけどね。いやでもそれ所得税ないんだったらみんな行くよね、サウジ。俺子供の頃まだ米で払ってたあ。僕もね、僕赤ちゃんの頃はもうブツ,ブツ交換だったらしいですかサウジ学費、医療費すべてゼロ。いや、夢の国じゃん。皇太し怖い以外、夢の国じゃん。<laughs> サッカー選手、サウジ行かなくても、えー、バカほど金持ってるのはちょっとぐらい分けて、いや、お金はね、ちょっともらうともっともらいたくなって、こうなってくもんなんだって。昼は40度超える。そんだけ金あったら、もうだって涼しいところ、もう本当に一瞬しか外出ないで移動とかできるでしょう。ネイマールも行ったしな。サウジ行くか。サウジ行く。ね。にう減税 <laughs> いや。びっくりだな。あるュは、ごまって。 あ、豚肉食えないのきついね。豚バラうまいもんな。今日も生涯焼きだったけど、あれ食えないんだ。ビはシティ・サウサンプトン時代に発掘してくれたジョー・シールドという現チェルシーの共同ダイレクターの存在は大きかったと言われてますあ、そういうのあるもんね。確かに。あの時のあそこのつながりでみたいな。あの、あれ青森山田のつながりで黒田監督とバスケス・バイロンみたいなね。でも理不尽な理由で逮捕は日本もあるからね。ホリエモンみたいな。結婚前の同性ダメなんだ。 えでもそれあれじゃないのアパート契約するときにさ、一人で住んでねってって全然みんな同棲するのと一緒じゃない。そのレベルじゃなくて、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。はい、では、ソフトボールでした。バイバイ。